川別名、市波様川は、宮城県栗原市及び、登米市を流れる北上川水系旧北上川の、支流である。栗駒山南六、蛇行、熊沢に橋を発し、渓流を集め、母沢となり湯浜温泉上流の、上滝、下滝を形成し、その後 V 時刻を形成し、湯の倉温泉下流にて南に大きく、流れを変え温島温泉で一部水道用水に、 分水され山沿いに、竜火浅布の渓谷を形成し、氾濫源跡を蛇行しながら、花山湖に流入する。花山ダムで、流量調整された河川は、多くの支流と合流し、自然堤防跡に沿って流れ、若柳共作部、猿馬共作部を流化し、旧、佐古川都市水路から、富士しとよさと町県先で、旧北上川に注ぐ。北上川第二の支流である。 流域面積は913平方キロメートル、延長87.4キロメートルの一級河川で、中華流部が極めて低湿地のため、古くから水害常習地帯となっていた。宮城県屈指の南地河川である。栗原市、富士流域下流の度重なる水害から地域を守るため、1932年4月から1940年3月に、渡り、 山吉田から県先までのおよそ1 1 7キロメートルを川幅の広い新ハサ間川としてほぼ一直線に改作した。支流の夏川では1947年の増水時に住民が自らの村を守るために隣町の堤防を破壊した例がある。また、ハサ間川本流でも各所で堤防が決壊。こちらは故意による破壊ではなかったが、決壊時には助かる。 川の住民の歓声と万歳の声が響き渡ったことが記録されている。ありがとうございます。